写真つけたらもう意味ないじゃん、名前隠してる。マジカップルしかいないから、もう何か捨ててる、本当に何か捨てる。ついに体勢受けついたん、やられすぎて。あー、ハンマーからランスに転職したらモンハン楽しくなりました。なんで、逆になんで。ランスの新しい楽しさ、モンハンの新しい楽しさに気づけましたとかだったらわかるのよ。なんでハンマー楽しくなかったの？俺ハンマーちょっと一時使ってて楽しかったけど。まあそこはな、人それぞれだからな。俺にはハンマーしかないとか思ってたけど、実は俺の体ランサー寄りだった。俺の体の成分はランサーでできてた。みたいなこともやっぱりあると思うからね。まあやっぱそこは人それぞれ。好きな飲み物は何ですか？ですね。昔は、午後の紅茶でした。ミルク。美味しい。でもあれ、飲んでも飲み足りないので、飲むのやめました。というわけで、僕が今飲んでるのは、水道水です。僕が一番好きな飲み物は、一番飲んでる飲み物だからね、一番好きな飲み物ね、水道水です。スタバ行かないけど。スタバで、台本書こうと思ったけど、マジカップルしかいないから、もう行ってない。まあでも店員さんが優しく接してくれるから、マジで、ああ、人とコミュニケーションしてるなって気持ちになれて全然行くんだよね。スタバでサンブレイクはなんか場違い感半端ねえ。スタバで寝るに、逃げちゃねえ。これは人間じゃねえ。もう何か捨ててる。本当に何か捨てる。スタバで初日アップデモンハン、怪異等級レベル200。しかも、パーティーで、ヘビーボーガンパーティーでひたすらディアバゼ。うーわー、人間やめてる、それは。それは人間やめてる。マクドでモンハン、あー、やった。え、誰もが通る道でしょ。やったことない人いる？あー、公園ね。いや、明るすぎて。田舎の公園に屋根ねえから。あ、でも俺の近所の公園町、ブラウン、バスケットボールあった。バスケットボール。あれしかなかったな。結局でもあれかな。え、でももう、メンツ固まってもいい頃じゃない？今最高率何なんだろう？出てんの？もう。ガンナね。ガンナ最高率。結局ナスバゼなの？エクストラ7頑張れよ。え、ナスバゼはナスバゼだけど、立場変わったみたいなこともないの？グレンバゼになって、そっちの方が良くない？グレンバゼと、カイーグレバゼと、エスピナスの方が普通に考えてそっちの方が良くない？罠抜けって何？罠抜けっていうのがあるの？踏んでても抜ける時がある。踏んでても抜ける時がある。どういうこと？直上へ飛び上がって抜けちゃう。ついに体勢受け、ついたん。やられすぎて。カイーカのグレンバゼルだけ。行こう。お、見え、確認しに行こう。確認しに行こう。3回行くよ。1回目。これか、連打しなきゃいけないのか。2回目。はい、オッケー。まだ抜けないね。どまい。これ3回連打の間に確率で起こるみたいな感じでしょ。出た！今の？え、全然わかんなかった。ピョーンって上がって、後ろ下がるってこと？なんか後ろ下がってる感じはあった。バゼルギウス後ろ下がったとは思ったから、ちょっと、あれだな。配信見返そう。配信迎えすわ。俺の番が終わった後だよね。多分俺の時じゃないよね。俺の番が終わった後だよ。で、俺が終わって、やばえ、やばこれはやばいわ。えぐい挙動してるじゃん。えぐい挙動してる。罠残ってたね。罠残ってた。罠どこ行ったんだろう。うわー、見ちゃった。うわー、見ちゃう。これはホラーだ。やばねえ、すごいね。これがグリバゼか。グリッチバゼル。飛んだ瞬間に閃光玉で落とされてたからさ、それで気がつかなかったんだ。何がなんだみたいな感じになっちゃったんだ。すごいね。どういう仕様なんだろう。確率だもんね。確
率だから使用じゃなすような気がするんだよな。いやでもなんか逃げ方がなんかちゃんと設定されてる感ある逃げ方するんだよな。そうだね、普段からグレバズを蹂躙してないと絶対気づかないね。バゼルもやっぱり何かを得たんだろうな、この数ヶ月で何かを得たんだよ。ハンターを気持ちよくさせないためにはどうしたらいいか、ハンターをイライラさせるためにはどうしたらいいか、それがバグ、グリッチ、ここだったんだろうな。マッチングアプリの話をちょっと前にしたじゃない。マッチングアプリすればええと。だけどマッチングアプリって本名を公開しなきゃいけないんじゃないの？本名を非公開でマッチングしてくれる人なんているの？これ本名を公開できないけど、顔出ししてるのに。ハンドルネームでいい、あ、ハンドルネームでいいんだ。なんで M 走りすれば大丈夫なんて、何を考えて M 走り大丈夫だと思った。写真つけたらもう意味ないじゃん、名前隠してる。モンスターのコスプレして、あ、フルフル、フルフルか。当日つけないけど、いい？当日デート場所に俺つけないけど、なんだったら捕まるけど。どうなの、全身タイツってセーフなのかな。アウトだ、ギリギリアウトだ、捕まるって。ギギネブラだったらまあ一応顔見える。なんでみんなよりによって顔が見えないやつで行こうとするわけ。ギギネブラはね、ギリギリ変質者じゃないんだよ。ゴアマガラもまあネームプレートついてるけど、ギリギリあれそういうファッションなんかなって思ってもらえそう。世の中にはね、とんでもないサングラスとかとんでもない帽子があるぐらいだからな。これ帽子なんみたいな、これカツラじゃないみたいなものもあるじゃん。でも割とゴアしっかりしてるけどね割とゴアの服装ちゃんとしてるよ。ゴアシャガルの服装はね、割とちゃんとしてる。あそこの2人だけ2トップ、この俺の寸劇の中で服装、ま、マジでちゃんとしてるの。ペオ行こう。うわー、まあなんか新手の帽子だと思われそう。一番ちゃんとしてないの、一番ちゃんとしてないの、いる？俺結構うちの寸劇まともな子しか出してないけどね、最近は。俺なんか長州になったりとか開国副個体とかになったらあえてキャラ変えてるもん。なんで変えてるかっていう言うと、やっぱり変化が起こるものだと思う。適応して。そういう部分でね、ちょっと性格変えてるところもあるんだよ。いやー、キティに行ったらジェダイ出てくるって。もしかして、ダースボールですか？違います。キティです。キティ？どこがキティってなりそう。まあでもなんか、ダースボールで、キティに行けばなんか、スターウォーズ好きな女の子とマッチングしそうだな。大丈夫なのかな？そういう画像で登録してて、運営に配慮されないのかな、こいつふざけてるなみたいな。デートでスーツで行くっていかがなもんなん。いやまあそりゃね、世の中にはちゃんとそのデートでも使えるスーツってもちろんありますよ。でも本社員さんのあのスーツはもう完全にあれなのよ、もう仕事なのよ。で考えてみて、ネクタイ、こいつネクタイに紙使ってるぞと、色画用紙使っとるぞこいつと、クソほど金ないやみたいな。ネクタイ買う金なくて仕事着そのまま着とるし、なんだったら仕事着すらまともなやつ使ってねえしって思われるよ。ダメじゃん。さすがにネクタイ買うお金もないような男と付き合いたいと思う女子そういねえって。いや幹部で行ったら喜ぶ人はマトリックス好きなのよ。しかもなんでキアヌ・リーブスさんの方じゃないんですかとか言われそうで嫌だわ。なんでよりによってそこなんみたいな、なんでよりによってツインズの方なんって思われそう。